はい、皆さんこんにちは、こんばんはでしょうかね。本日は、特別講演会にようこそ皆さんおいでくださいました。私は一般学科で日本文学を担当する教員の高橋明彦です。本日の講演会は小倉拓也さんにお願いしたもので、快くお引き受けいただきました。ありがとうございます。まず小倉拓也さんを紹介します。1985年大阪府生まれ、滋賀県育ち。大阪大学大学院の檜垣達也研究室のご出身で、2015年に博士号を取得されました。檜垣研究室は近年のブルーズ研究を牽引する優秀な若手を続々と輩出していますが、そのきら星のお一人です。現職は同じく大学院、大阪大学大学院の、少し名前が長いですけれども、レジュメにも書いてあると思いますが、大阪大学、国際競争大学院学位プログラム推進機構特別助教括弧常勤と、その常勤の特別教授でいらっしゃいます。さて、博士論文を元にしたご著書が、今年の7月に刊行されたカオスに抗する戦い、ブルーズ精神分析現象学、これです。こういう本です。印象的なタイトルですが、今ブルーズ研究のに大きな話題を投げかけている本です。4500円と少し高いですけれども、分かりやすく非常に明晰に書いてありますので、気になる人はぜひワンクリックで買ってください。本日はこの本から特に芸術の分野にフォーカスしていただいて、分かりやすくお話しいただけることと思います。ぜひご期待ください。講演題目としてドゥルーズの芸術哲学感覚記念碑可能というお題をいただきました。大変詳しく分かりやすく書いてある資料もご用意していただいております。タイムスケジュールですが、今から、7時15分のめどにお話しいただき、その後最大で30分間7時45分まで質疑応答の時間を設けます。ぜひざっくばらんに、尋ねてほしいとご意向を伺っております。また終わった後は飲食も含めて近所にあります学生たちのコレクティブな空間、芸宿さんにお邪魔して引き続き質疑応答をする予定になっております。芸宿の協力に感謝いたします。それではマイクをお渡しいたします。皆さん拍手でお迎えください。ただいまご紹介に預かりました大阪大学の小倉と申します。今日はこのような機会を設けてくださって高橋です。どうもありがとうございます。私ですね、緊張すると顔がにやけるので、今すごい緊張してると思ってもらって大丈夫なんですけども、こんな感じで多分、続いていきます。最初メールで高橋先生とやり取りさせてもらってる時に、90分喋らせてくれって言ったんですけど、レジュメを書きながら90分長いなと、ちょっとこれで騒ぎ切れるかなという自分でもちょっと不安な感じではあるんですけども、可能な限り目いっぱい詳しい話をさせてもらえればと思います。ちなみに高橋先生はおとつい京都で、一緒にコーラを飲んだっていうそういう中で、それでは、始めさせていただこうと思います。お手元にレジュメ行き届いてますでしょうか。これもご紹介に預かりました、今日の発表タイトルはドゥルーズの芸術哲学、感覚記念碑可能であります。これもご紹介に預かったことですが、今年の7月ですね、私博士論文を元にした、本を、出版いたしまして、その中の、芸術に関わるところを今日は中心にお話ししたいと思います。で、ドゥルーズはフランスの哲学者、比較的新しい、20世紀に活躍した哲学者ですけども、ドゥルーズと芸術っていうのはわりかし、ドゥルーズ研究の中でもポピュラーな、テーマではあるんですね。ただ私のこの本はですね、ちょっと、血色が違うありまして、
というのも芸術に関わらずですね、あまり今まで研究されてこなかった最晩年のドゥルーズに、一つフォーカスを当てまして、でそこからドゥルーズ、その観点からドゥルーズの業績全体を捉え返す、そういうふうな、研究になっていますので、今日の発表の内容でも、出てくるんですが、芸術と、老いの問題、これが、少なくともドゥルーズが、その人生の最後を駆け抜いた時の、芸術についての、彼の哲学ですね、そういうことも老いっていう問題が重要になる。なので、おそらくあんまり聞いたことがない話かなという、にはなるんじゃないかなと思うので、ぜひ、それを今日詳しくお話しできればと思います。それでは、レジュメ、順に、やっていかせていただきます。冒頭、引いたんですけども、これの本の冒頭でも引いています。少し読みます。失われた時を見出すことでも、記憶の箱をこじ開けることでもなく、自らの全速のリズムに合わせて速度の支配者となること、それは滅亡に立ち向かうのと同じことだ。語り手はいくつもの部分的な勝利にもかかわらず、この試みに挫折するだ。ですぐ下にある本日の構成についてはもう、読み上げることはしませんけども、この冒頭に引用した言葉、私がドゥルーズを読解する上で、研究する上で一つの、指針になる、言葉ですね。いくつもの部分的な勝利もかかわらず、最後には勝ち目がないだろう、そういう話です。でドゥルーズ自身の人生とドゥルーズ自身が展開した哲学も、およそこれによって、いくらか、全てとは言いませんけども、いくらかこれによって、表現することができるんじゃないか、非常に僕にとって大切な、理由です。で自己紹介は、もう、かなり丁寧に、先ほど紹介していただきましたので、飛ばします。専門は、ドゥルーズですと。で、とりわけですね、ドゥルーズってよく非人間主義的だっていうふうに、海外では表現されるんですけど、私自身が大変な人間主義者でありまして、これもだから怖い先生方からお叱り受けるんじゃないかと思ったりするんですけども、私はもう、生まれて生きて死ぬっていうことを、ずっと考えていました。今も考えています。このドゥルーズ論も、基本的にはそれを、問うというそういうものです。で現在、一応これ、一つの、区切りといったような語弊がありますけれども、一つの成果になりまして、今現在は同じドゥルーズの、ある種の宗教哲学の、理論的研究と、この本の中の最後の方に、現象学的理学の研究で有名な哲学者アンリ・マルディネの基礎研究を今、着手して、進めています。で最初に、辞書の紹介、なんですけれども、これも簡単に読ませていただきます。これもご紹介に預かりましたね。博士論文、2015年に書いた博士論文に過失修正をした研究書になります。どういう本かというと、晩年にですね、提出される、カオス、これカオス、カッコ、ノットイコールカオスムスと書いてあるんですけども、本日のレジュメでは一貫して、区別することになります。というのもドゥルーズはとってはしばしばですね、カオティックなこの生成変化みたいなもの、固定した同一性や本質じゃなくて、カオティックなこの流れみたいなものを肯定した哲学者って一般に、言われると思うんですけれども、2つのとても大きな、カオス概念を使い分けてありまして、そのしかも晩年に提示される本もカオスですね、およびそのカオスに呼する戦い、本のだいぶ派手なタイトルなんですけども、ドゥルーズ自身の言葉ですね、晩年の、1991年の哲学とは何かというこの中で、彼自身がキーワードとして出すカオスに呼する戦い、これを主題としてその観点からドゥルーズの哲学を一貫して読み解こう、としたものです。でこのカオスに呼する戦いは明示的にこの言葉が前面に押し出されるのは、晩年なんですけども、慎重に読み解くならばドゥルーズの全業績を貫く、このドゥルーズ自身の言い回しなんですけど、秘密の一貫性、そういうものを持っている、そういう観点から、書きました。で、ドゥルーズ自身が、頭の中にハンマーが鳴り響くという言った衝撃の、言葉、フィッツジェラルド、言うまでもなく人生全体は崩壊の過程である、言葉があるんですけども、ドゥルーズはこれを、比較的初期の仕事から、引用して、好き好んで使っているんですけども、これが要するにカッコつけた比喩じゃなくて、ドゥルーズが晩年に向かいながら自分の哲学を、繰り広げていく中で、文字通り彼にとって重大なテーマになる、何も後戻りをしない仕方で、ほどけていってしまう、そういうことを彼は、考えているんですね。でそう、この言葉をもとに、私たちで他ならぬドゥルーズ自身ですね、
が生まれて生きておいて死んでいく、その敗北を余儀なくされた戦い、これをどのように取り、自身の哲学を作り上げたのかということを、論じています。でもう一つですね、サブタイトルに入っている、テーマ、ですけれども、そのドゥルーズがカオスに呼する戦いと呼ぶものですね、その根本的な契機を私の読解ではですね、これも有名な言葉だと、業界でも有名な言葉なんですけども、もしかしたらお聞きになったことあるかもしれない、機関の身体という言葉ですね、詩人のアントナン・アルトから、ドゥルーズが援用した言葉ですけども、これおよびその晩年になると彼は、もっぱら芸術作品にフォーカスしながらそれをモニュメントという言葉で言い換えます。で初期には、精神分析、との対決の中で暗示された機関なき身体で、まあ、後期と、時代というのが正しいかどうかを置くとしまして、それが後には、現象学、まあ、フッサルとかメルロコンティとか名前が出てきますけども、そういう哲学者との対決の中でモニュメント概念を構築している、この2つが重要な契機を構成しているだろうということで、サブタイトルにドゥルーズ精神分析現象学、精神分析と現象学というのは一応あのドゥルーズ級哲学者の主な敵、音が弾けましたが、主な敵とされていた、学説です。アンチオイディプスという大変有名な本がありますけれども、あれは、少なくとも表向きにはもう、激烈な精神分析批判で、初期から一貫してドゥルーズは現象学といったものを、この主体の意識、それによって世界を構成する、そういう哲学の立場であるという理由で、批判します。レジュメ、めくっていただきます。では3ページの内容に入っていきたいんですけれども、まずはですね、ドゥルーズ哲学の、まあ、素描を、していこうと、思います。でこれは、私が本書で、描こうとした、ある種のこう気づかれざるドゥルーズみたいなものというよりか、むしろ一般的なドゥルーズの理解を、沿った紹介になります。箱に入っているのは全て引用になります。引用を読み上げます。幾千もの、声を持つ多様なもの の,、ものの、ためのただ一つの同じ声、全ての水滴たちのためのただ一つの同じ対応、すべての存在者のためのただ一つの存在の喧騒、これは、斉藤反復という彼が1968年に出版した、博士号請求士論文、博士論文ですね、で同時に彼の師匠だと言われています斉藤反復という本の、末尾近くの、一文を、抜いてきました。でこれが、端的に、まあ、いわゆるドゥルーズの、哲学が描き出す世界を、まあ、描いてくれているだろうと、引きました。ただ一つの同じ対応が無限に多様な水滴たちを生み出すように、人間である、まあ、石ころ、植物、何だってそうですが、あらゆる存在者、事物ですね、これはただ一つの同じ存在が生み出す結果であって効果なのか、彼は言うわけです。まあ、こういう説明を散々今までされてきたんです。まあ、それをなぞるように、話ではあるんですが、ドゥルーズ哲学は人間や事物を中心に据えて哲学を展開するのではなくて、人間や事物がそれの一つの結果、ある種は偶発的な結果ですね、結果であり効果であるような、いまだ人間や事物の姿を持たないこうなうごめきのようなものですね、これを中心に据えて、自身の哲学を、作るということです。で、まあ、まさにそうですね、大海原対応、ただ一つそれが存在して、でもそれが無限に多様な2つとして、同じものがない水滴を、算出するべきです。私たち人間はその算出結果なんですね。でこのうごめきのようなもの、これをドゥルーズは差異という言葉で、表現します。でドゥルーズの哲学はこの意味における差異の哲学だ、そういうふうにまず、理解していただいて、大丈夫です。でこのドゥルーズの差異の概念ですね、ドゥルーズの差異の考え方、どこが特徴的なのかといいますと、従来の差異の考え方、あるいは一般に私たちが、差異という言葉で思い浮かべるような事柄は、どうかというと、例えば上の言葉遣いですね、ここの言葉遣いで言うと、まあ、例えば水滴同士、あるいは人間同士や事物同士を比べた時の、違いのことを私たちは差異と言います。つまり、出来上がったものたちで、これはつまりイコールで同一性を備えた者たちという、理解していただいていいんですけども、それらの間に設けられる、まあ、対比的であったり対立的であったりする区別、まあ、そうですね、何かと何かと違うっていう時には、まあ、出揃っているものね、これらをこう対比的に対立の観点からこう区別する、
ちょっとネガティブを識別するっていう、ね、なのでこれは否定的な差異の考え方だという言い方になります。この時、差異は、このような考え方の場合ですね。この時差異は同一性を前提としてこう二次的に、決定できる、否定できるような、そういう差異なんだですね。こういうふうに差異を捉えた場合、差異は常に二次的だし派生的になる。これがドゥルーズが主にこう乗り越えようとするというか、試練にかけようとする、まあ、従来の差異の考え方で、これに対してすでに上で言及したところからおおよそ予想がつくと思うんですが、ドゥルーズ自身の差異の考え方がどういうものかというと、出揃った水滴たち、大きい水滴もあれば小さい水滴もある、あるいは人間であれば優れた人間もいるとか、そうじゃない人間もいるとか、そういう水準の際なんじゃなくて、むしろ水滴たちを生み出すただ一つの太陽のうごめきのようなものです、ね、つまり同一性を備えた出来上がったものを一つの結果効果として生み出す、それ自体まだ対立的でも否定的でもないようなもの、そのうごめきです、ね、これを際というから考える。なので、こういうふうに言い方になります。際は同一性に先立って一時的だ。まず最初に際が、その結果私たちが同定可能な対象であったり事物であったり存在するものなんであるんですね、まあ、それが生み出されるのであってその逆じゃない、まあ、これがドゥルーズしばしばサインの哲学者だって言われる場合のすごい一般的なサインのあり方だと思っていただければ結構です。で次ですね、潜在的なものと原動的なもの、小さい込み出しを立てていますが、この2つが、まあ、以上の観点から、まあ、名付けられるといいますか、非常に重要なキーワードなんですね。ちなみに潜在的なものというのは英語で言えばバーチャルですね。で原動的ってこれ日本語としては大変変な日本語なんですけども、英語で言えばアクチュアルになります。一応ドゥルーズの翻訳の、まあまあ、そんな長くはないんですが、ちょっと、まあ、踏襲すべき伝統としてはこういうふうな漢字を使う、潜在的なものと原動的なものです。でさて、先ほど確認しました一時的な際の領域ですね、はドゥルーズは、ドゥルーズはこれを潜在的なものだと言います。そして二次的な同一性を備えた領域、あるいはそれらの間のそれを前提とした派生的な二次的な際の世界、対立的な際、私たち、対立的際を見出すような世界ですね。そういう領域は原動的なもの、潜在的なものと原動的なもの関係というのは大変深く読み込んでいくと複雑なんですけども、まあ、なんて言いますか、一般にはこういうふうな理解をまずはドゥルーズに捉えていただければ、その後も話が進みやすいと思います。でここからが面白いんですが、まあ、この言葉遣い自体はそれほど、まあ、でもキーでもないというか、大海原の方が潜在的なもので、それが生み出す、具体的な、まあ、水しぶきたちですね、まあ、これはまあ現実的な資源通り、実際に私たちが見たり、近くしたり、比べたり判断したりできるようなものだ。ただじゃあ真に存在するもの、真に実在するのはどちらかという問いに立てた場合、ドゥルーズは潜在的なものの方だと考えるんですね。でむしろ実際に私たちが目にしたり比べたりできる原動的なものは真に存在するないし実在するこの潜在的なものの効果であり結果でしかない。前者の方は真に存在する、で後者の方はまあその一つ偶発的な算出結果の、そういう言い方をするわけですね。でこういう言い方をするとですね、実際これは哲学の伝統で一番最後ほぼ2回目の授業とかでおそらく影響することになるプラトンっていう哲学者のイデア論、近い、これ自体すごい近いです。そうなんですね、ドゥルーズはプラトニズム、プラトン哲学を伝統者哲学者と知られているんですけども、もちろんその通りなんですけども、この辺り、この、図式に関しては、西洋哲学の伝統からそれほど遠くはないんですね。プラトンのイデア論ってどういうこと と、まあ、例えば三角形思い浮かべていただいたら一番分かりやすいんですけども、私たち、まあ、黒板なり手元であり、まあ、三角形作図する、実際に私たちが描けるし、目で見れるし、場合によっては触ることもできる具体的なところの三角形ですけれども、これはまさに描ける、目に見えているという時点で、もはや純粋な三角形ではありえないですね。幅を持ってしまってますし、目に見えている時点で。
で、この私たちが目に見える世界、物を描くことができる領域で描かれた以上、厳密に内角の和が日直角になることはまずありえないです。じゃあ、三角形として真に存在する。真の三角形はどこにあるかというと、もうそれは理念でしかない。つまりイデアでしかない。これがプラトン、イデア論ですね。なので、真に三角形として存在する。それは どういう三角形かというと、それはやっぱりイデアでしかない。理念でしかない。潜在的なものなんです。私たちが実際に生きているときに、取り扱う三角というのは、まさにそういう不完全な形で、この世界に映し出した影のようなものになってしまう。これは有名なプラトンのイデア論なんですが、ここでのデリューズの潜在的なもの、原動的なものというのは、ある種これに似たような、図式にもなっているんですね。ただ違うのが、ね、プラトンの場合のイデアといったものが、普遍の、本質みたいなものです。要するに三角形、まさに。理念的な定義みたいなものそれに該当するわけですから普遍の本質のようなものとして振る舞うわけですがドゥルーズの場合はそうじゃないんですね。ドゥルーズは、これ右上の方に移りますけれどもドゥルーズが重視するのは潜在的なものから予測不可能な多様なものたちが、生み出されること。つまりこれは彼の言葉遣いで潜在的なものの原動化のプロセスですね。これが重要なの。で、原動的なものに立脚して、そこから出発して、物事を考えること、世界について思考するっていうことは、この発生のプロセスを覆い隠してしまうんだ。そういう考え方。で、まさに、ドゥルーズの場合はこの潜在的なもの、ある種プラトンの言葉で言ったら理念的なものになりますけれども、これは、普遍の本質じゃない。まさに、それに対して私たちがどういう問いかけをして、それを思考するかっていうことによって、まあ、無限でいうと言葉に語弊があるんだけども、まあ、予測不可能多様なものがそこからこう引き出されている解として問いかけに対する解として、無数の解が、引き出されてくるような、まあ、そういうものとしての、まあ、理念的なものですね。で、ここで一つ言葉なんですけども、潜在的なものと原動的なものっていうともう一つドゥルーズの言葉遣いで重要なのが可能的なもの出てくるんですね。これポシブです。英語で言えばポシブ。一見するとまさにそこからいろんなまさになんかなこの実現するものの事物が生まれてくるっていうんだからそれとも可能性の塊みたいなものなんじゃないかと思うけども実はそうじゃないんですね。可能的って私たちが言うときはまさにすでに出揃っているものたちをこう見比べながら あんなものもできるしこんなものもできるなっていうふうにして逆算するのです。そう出揃ったものからそのより大きい広い可能性みたいなものを逆算するとき、それは可能的なものなけれども、それはやっぱりなんていうか、デキレース的といいますか、新しいものは付け加えない。実際に出揃っているもののたらればでしかないので、何か、新規なもの、予測不可能なものみたいなものが生まれてくることがない。つまり、可能的なものからは新しいものが生まれない。なので彼は、潜在的なものという言葉遣いに、強くこだわる。さて、この潜在的なものの言動化、もっぱらですね、彼の、サイト反復だとか、意味の論理学だとかいう、1960年代の哲学的史書と呼ばれる本では、もっぱらこの、図式、潜在的なものがまず実在、真に実在的なものとしてあって、そこからいろんな多様なものが生まれてくる、この構図がおおむね踏襲され続けているんですけれども、特権的な、例が、2つあります。1つは、乱です。つまり多様な機関や組織を分化させていく。しかしそれ自体は機関や組織の、後に機関や組織になるだろうってこう分かるようなそういう姿形も全く見せないような状態の乱ですね。まさにポテンシャルに満ちたようなものとしての乱。もう一つがこちらが今回の発表わりかし重要になるんですけれども、下遊海水溶液あるいは下飽和水溶液と呼ばれるもの。つまり液体が、融解過多になった場合、準安定状態っていうんですけども何かしらの衝撃きっかけを与えたら一気に結晶化し始めるそういう水溶液のことですね。これが下融解水溶液とか下飽和水溶液と言われます。で液体自体はそれが 何らかのきっかけで生み出す結晶ですね。これと全く似てもいないし結晶からその液体をこうまさに可能な選択肢の、があるところとしてこう予測したり想像したりすることもできない。まさに、潜在的なものさまざまな結晶をそこから導き出す
ような潜在的なものなんだ。でこの後者の海遊会内視化飽和水溶液といったのが、本日でお話し、したい、カオス晩年のヌルヌのカオスということを理解する上で重要になるので、まあ、少し頭の片隅に大きな、進めていきたいと思います。で以上から来る、以上から、ドゥルーズ哲学の、まあ、基本的な構図ですね。大まか、おそらく あまりドゥルーズに多くの記述を割かない哲学史の、記述とかは、こういうふうなものであります。まあ、一方に真に実在的なもの同士の潜在的なものがあります。でここまでの言葉遣いで言えば、それは大文字の対応だし存在だし、一時的な際の領域だし、あるいは乱であったり下流海水領域と呼ばれるように、これがこういったものが潜在的なもの、の側に割り振られる。それに対してこれらそれぞれに対応する算出物ですね、結果効果として生み出されることとして、まあ、具体的な水滴であったり個々の存在者であったり、二次的な同一性と差異であったり、機関を備え組織が備えた有機体あるいは結晶であったりという考え、まあ、この左から右への、まあ、予測不可能のダイナミックな、発生ですよね。これを考えたいというのがドゥルーズの基本的な構造になります。でちなみにこの潜在的な差異の領域ですね、これをドゥルーズは差異と反復という彼の師匠の中で、彼はこれを68年なんですけども、カオスって呼んでいます。これがまず1点、ドゥルーズが用いる カオス概念の1つ目です。これを彼はカオスで、同時に、カオスモスという言い換えたり、カオスモスの、オスモスというのは、コスモス、それプラス、フランス語のオスモーズという浸透という言葉があって、その3つを合成してカオスモス、まあ、秩序ある世界 と、分断されているんじゃなくて、それに対して発生を、行うのかなというふうに思います、ね、と思います。でその他、例えばこれもよく言われる多様体であるか、マルチプリシティですけども、でそしていくらか後に図式に変更は若干の変更が加えられていくんですけども、これも有名な言葉、後の偽造であったり等々ですね。で基本的にはこの、バージャン、潜在的なものの領域を指し示すためにドゥルーズが使う言葉だと、理解して大丈夫でしょう。でドゥルーズ哲学はこの意味においてですね、この意味において、一方でやっぱりカオティックなものを概算する哲学者として一般には理解されてきたし、でそれは間違いじゃない、実際にそうなんですね、それはドゥルーズ哲学の、まあ、本懐だと言えるだろうと思います。でしかしですね、これやっぱ彼の若い頃の業績なんですね。彼の、まあ、デビュー作の、まあ、デビュー作はもっと小さいも短いも書いていますけども、彼の真の師匠サイト反復で提示されたこのカオティックなものとしての、まあ、潜在的なサイトでも、その潜在的なものの予測不可能で無尽蔵の生産力をことほぐドゥルーズは、どこかつかみを知らない若くて無邪気な哲学者像がそこに思い浮かぶんですね。そうなんですね、尽きることがないんですね。彼の、サイト反復という、本の中に出てくるこの潜在的なものっていう、尽きることなく絶えず新しいものを生み出し続けるみたいなイメージ、捉える。実際読むとそういうふうに書いてるように読める。実際そうでもないんですけど、細かく読むと。ただまあ大きいイメージとして、彼自身もそれ否定しないであろう、そういうところで。でもですね、もはや何も生み出されなくなるような、この3つキーワードになるんですが、ひどく疲労すること、あるいは不可逆的に私たちが衰えていく、ないしは全て尽き果ててしまう。こういうことが全く射程に入らない、この時期の彼。カオティックなものを来産しているドゥルーズ、そうです、疲労とか老いとか、あるいは尽き果てるという意味で精進とかですけども、これらが実は晩年のドゥルーズにおいては大変重要な、キーワードになってきて、前面に押し出されているんですね。そうするとやはり、彼の哲学も一筋縄ではいかないということがだんだん分かってくるんです。つまりここで、ことほがれたような、まあ、カオスモスという意味での、カオス、それ自体がいかに成り立って、そして場合によっては破綻してしまうのか、崩壊してしまうのか、もうそこから何も引き出せなくなる、空っぽになってしまう、疲れ果てて、もう何も生み出せなくなるということが いくつか訪れる、まあ、これを考えて、ですね、でこれがまあ私の、この本でもあったし、今日お話したい内容の、問いになります。それでは、ページめくります。
2つのカオス、という、説になります。まず1つ目ですね、これは先ほど言ったカオスモスというふうに、同じ意味で言い換えられるこのカオスですね。でその構造はどうなっているのかという話ですね。ここから少し、難しい話になるんですが、さっきまですごい一般的な紹介で、見ていただきます。先に見ました潜在的な差異の領域ですね。つまりカオスモスという意味でのカオスは、カオスって言うからになんかものすごい混沌なんだろうと思うかもしれないんですけども、確かにそういうニュアンスもあるんですけども、それは、そこから何も乱さないような、何も乱さないような、無彩なし二分化なこう、闇のような深淵みたいなではなくて、多様なものを生み出すシステムなんだというデルーザーですね。これ重要なんですね。彼はカオスはイコールシステムだ、それはいくつかの構成的な契機を備えていなきゃいけなくて、その結果としてこうぐんぐんとこう作動していろんなものを生み出すことができる。逆に言えばそれらの構成的な契機ですね、要システムの要件みたいなものが失われてしまえば、それは何も生み出さないものになってしまう、そういうことです。で、システムの3つ の構成的な契機ですね、これが何かというと、これルーズ、好きでお読みになる方は聞いたことあると思うんですけども、基本的にはこの3つ、接続と連接と離接と言われています。何のこっちゃってことなんですけども、説明します。接続ってまず何かというと、まず最初にある、バラバラで無関係的あるいは無際的な要素、これを局所的に結びつけてまとまりを作り出す運動のこと、これを彼は接続っていう、局所的なまとまり、局所的な整理を構成する。整理っていうのは、まとまりみたいなのであるように、連続とか、系列って訳したりしますけど、まとまりと同じ意味で取っていただいた方が分かりやすい。まず点でバラバラで何の関係もない、そこから別に何か具体的な形が出てくるわけでもないものに、うっすらとこの初発的な形みたいなものを与える、そういう作用ですね。これは接続っていいます。じゃあ次、連接って何かと、これはそうして、接続によってできたいくつもの局所的なまとまりですよね、整理っていうんですけども、これらを取り集めて共存させて、それらにこう連絡、それは連絡させるっていう作用なんですね。ここでは字面で理解していただいて、一つ、ジャストミートするか分からない例を下に用意しているので、そこで分かればなと思うんですが、で3つ目が離接っていう、言います。これはそうして連接によって共存し関係し合う、いろんな部分的で局所的なまとまりになっちゃうんですよね。そういうセリーから、それらセリーには還元できない、セリーには似ても似つかない新しいものが出てくる、これ出来事と書かれているんですね。でこの3つが基本的にミルノシノがカオスイコールシステムと呼ぶものの、構成的な契機である、あるいはそのシステムが作動する何かがそこから生み出されるための条件なんですね。この3つが絶対必要になると思います。最後に出来事っていうところでどういうことかと、これ適切な例か、分からない、もしかしたら映画に詳しい、あるいはブルーズに詳しい方が反論されるかもしれないんですけども、有名なヒッチコックの映画にサイコっていう映画がある、私はもしかしたら皆さんも詳しいかもしれないんですけども、のこれも有名なシャワールームでの殺人シーンっていうのがあるんですね。女性が一人シャワーを浴びている、そのままそのシーンが映し出されるんですけども、次にこう不穏なこのほとんど影のような感じが映し出されるんだけども、何か手元に刃物のようなものを持って歩いているシーンを映し出される。でこの2つがどう関係しているかわからないんですよね。それ自体としては同じ場面を描いているのか全く関係ないことを描いているのかわからないんだけども、2つです。でだんだん少しこうなんていうかな、緊張感がある、その2つの場面が転換しながら、最後にはバスタブの中、バスタブの中で排水溝に向かって血が流れていくシーンが流れる。で少なくとも私たちが視認できるのはシャワーを浴びている人がいる、で手に刃物を持った男の影らしいものが歩いている、で最後に、排水溝、バスタブの排水溝に、赤い液体が流れている、そういう映画のシーン。これ殺人あったと思いますよね、私たちどう考えても。そうなんですね。でこれがドゥルーズが言う出来事というものにかなり近いものになる、一つのあくまで一つの例です。これが出来事そのものだというわけではないんだけども、そうなんです。いくつかのまさに系列、整理、まとまりがある。
部分的なものがで、これらが同時に定義されるすると、それらのいずれにも還元できない出来事がパッと出てくるんですね。で、ドゥルーザ意味の論理学っていう本でこの出来事を意味って言います。意味は辞書的に定義されている云々とかじゃなくて、こういう意味での出来事なんだ。そうなので、この3つの契機が絶対必要なんだっていうのがドゥルーザ言った。印象的な言葉では、まあ、例えば、まさに殺人がそうですけども、あるいは死とか戦争とか、あるいは革命とか、ドゥルーザは出来事っていう観点から理解すべきだろう。何か特定の原因とか誰かの思惑とかっていったものが還元できない、いくつもの断片的な系列たちが同時に成り立っている、共存している状況の中で、そこからファッと出てくる、それから出来事がある。でまあ、これが、まあ後にもうちょっと詳しく別の観点から見ていくんですけども、まあ、カオスイコールシステムと呼ばれるものの、まあ、基本的な構造になりますね。3つの要件で、ややこしいのはドゥルーズはこの接続連接離接っていう3つの契機を、これはそれこそ有名な相関問題に関わるんですけども、ありとあらゆる領域に適用しようとするんですね。物理学的にもこれはこの大まかにこの3つは見出せるし、生物学的にも見出せるし、あるいは文学の中にも見出せるしっていう形で、まあ、ありとあらゆる部分にしてこれ やろうとするんですね。でそれがどこまで適切なのかっていうのは、分野によっては私にはちょっと判断つかないところもあるんですけども、わりかしでもまあこう、まあ、参考にはなるっていうか説得力あるんですね。実際ヒッチコックの最後とかのシャワールームの殺人の例をドゥルーザそのまま例として出していないけれども、私たちが何かこうそういうものを見て、こう普段ねそこにこうなんかそういうなんか殺人の意図とか、私たちはそういうなんか人間の感情みたいなのを呼び込みながら映画を見るので、気づかないかもしれないけども、何かが生じる起こるっていう時にやっぱそうこういう3つの契機で考えられるんじゃないかっていうのもある程度、まあ、納得できるかなと。まあ、ただ大変もうありとあらゆることにこれを適用しようとするので、ちょっとついていけないところも なきにしもあるんですね。はい、まあ、以上が、カオスイコールシステム、カオスモスの、構造です。さて、次に見ていきます。じゃあその、カオスイコールシステム、カオスモスですね、の以前の何かと招待をつけてますけど、こういうふうな話になっています。でこのカオス、これカオスモスは、そのバラバラの諸要素がセリー状に組織化されていること、これがまず大前提ですね。上で言っている接続というわけものです。まずこれがなされていないと何も生み出してくれない。でその限りでのさまざまなセリーたちの発散するっていうのは、何か具体的なものにこのなんか原因とか結果を帰結できない。さっき言ったように、ね、3つのシーンがそれぞれどれかが特権的なわけじゃなくて、3つ揃って初めてそこに殺人っていうこう出来事が生まれるように、それらがそれぞれまさに平行線を維持したままっていうイメージでいいと思うんですけども、そうした状態でこう統一される、ね、以上上で言ったことを要約するとこういうことです。でつまりカオスイコールカオスモスは接続連接離接をその不可欠な条件とする。じゃ逆に言えばですね、接続されざるこの諸要素は無際的であって、カオスモスですらない、カオス以前の何か、そう、まあ、当然なわけです。諸要素が正常に組織化されているっていうのがもう最低限必要な条件、ドゥルーズの言うカオスイコールシステムというのが作動する。じゃあこれ一体何だ。ドゥルーズの中であまり適切な言葉遣いが裂かれていないんです。正理化されていない何か、つまりそこからカオスが3つの構成的契機とともに成り立ち、また場合によっては、そのシステムがそこへとほどけていくようなこの何か、ね、つまり先ほど私が提示した一般的なドゥルーズの潜在的なものからこう原動的なものと潜在的なものの原動化っていうこのダイナミズム、これをもっぱら探求したように見えるドゥルーズの哲学には、実はその潜在的なものシステム、カオス、カオスモスですけども、相当のある一定の条件下でこれになる、それ自体は潜在的なものカオスですらない何かというのも実は根底にあるんですね。でこれがまさに晩年にドゥルーズがカオスモスとは全く違う意味でカオスと新たに呼び出す、右側に映ります。
結構混同されてきました、ドゥルーズの領域の中で。カオスモスっていう意味でドゥルーズがカオスって、若い頃に言っていたのと、晩年にほぼ何の説明するよくてカオスっていうのが大体同じこと言ってるんだろうなって、思ったりするんですけども、実はこういうふうな、なんていうかこう局面が違う、位置づけが違っている。では右側、入っています。で今度は、ノットイコールカオスモスであるようなカオスですね。晩年ロードゥルーズはこの何かを、カオスモスとは全く違う意味でカオスという、呼び定式化する。大変難しい言葉なんですが引用、してきました。読み上げます。カオスはその無秩序によってではなく無限速度によって定義される。そしてカオスの中に輪郭を表す形態は全てこの無限速度によって消散してしまう。それは空虚ではあるが無ではない。それは一つの潜在的なものである。注意必要な潜在的なものって言葉を使ってるんだけども、さっき見たように意味とはちょっと違ってしまってるんですね。潜在的なものは全ての可能な粒子を含み全ての可能な形態を描くのだが、それら可能な形態は共立性、これコンシスタンス、まあ、一貫性とかもあるんですけど、全ての系列が一緒に成り立っているみたいなイメージを取っていただけたらいいんですけども、それ共立性とか、あるいは準拠、準拠って何か、依拠すべきものがあって、それに基づいてこう、バランスを取るイメージで結構レパレンスですけども、共立性も準拠も持たずに、いかなる結果ももたらさずに即座に消失する。それは誕生と消滅の無限速度である。すごい定義ですよね。何言っても全然意味わかんないんですね。パッと読んでもなんかむしゃくしゃなこと言ってるし、またドゥルーズがなんか怪しげな、なんか、カオス理論っぽい言葉遣い使っていい加減なこと言ってんじゃないかと思っちゃうんですよね。思っちゃうんですけども、わりかし重要だっていうことです。で、一つさっきも言ったんですけども、注意しなきゃいけないのは、このカオスは一方で潜在的なものって言われてるんだけども、それ自体では何も生み出さない空虚なものなんですね。そう、システム構成要件を持っていない、つまり共立性もなければ準拠もない、そういうことですね。で、このカオス概念の着想源って言ったものが、これは私面白いんです。1ページ目、2ページ目、4ページ目かって言ったんですけども、つまりカオスイコールカオスモスの例として、下流海水領域の例をドゥルーズ若い頃から好んで使ってたんですね。何かきっかけがあればそこから液体とは全く違う姿形のものが生み出されてくる、結晶化を引き起こす下流海水領域なんですけども、ここでドゥルーズのカオス概念に着想を得ているのが、結晶化せずに結晶の核を消失してしまうような水領域、しかも下流海水領域なんです。これ実際に温度が特定の低い温度に保たれたら何やっても結晶化しないということが実際起こるそうなんですけども、それに着想を得ていますから。で、これは、彼が着想を得ているイリア・プリコジンとイザベル・スタンジェ、学者さんからの、孫引き引用でこう言っています。そのような水溶液においては小さな結晶の核が形成されるが、それら核はいかなる結果ももたらすことなく現れとして溶解する。で、これは彼が晩年に提出するカオス概念の、着想。ここでの粒子と言われているものを、ここまでの私たちの言葉遣いで、まあ、諸要素のことだと思っていただければおおむね大丈夫です。あるいは形態とか、あるいは結晶の核といったこの核ですね、これを、接続によって生み出されるようなセリーと捉えていただけるんです。そうすると、先ほどのカオスモス、システム、ものと、まあ、およそこう対象ができるようになっているんですね。ではそこに輪郭を表す形態、つまりセリーが、あれ核でもいいんですけど、それが全て消散する無限速度って何だっていう、話ですよね。これは私なんか笑い話ですけど、博士論文の公聴会の時に科学哲学の数の偉大先生が審査の先生でいらしたんですけども、無限速度はなんていうものは存在しませんって言われてしまって、あ、そうです、すいませんって謝った記憶があるんですね。だから本当に無限の速度みたいなものを言いたいんじゃなくて、こういうことなんです。おそらくデルザイダーの次の記述なんですけど、まあ、例えるなら、それは瞬きするたびに記憶喪失するような事態なんだ。思い浮かべていただきたいんです。瞬きですらもうすでに一定の幅を持っているから適切な例ではないんです、ね。あらゆる瞬間に先行する要素ですね。何か経験であり何であれ形作り得るようなそういう先行する要素をあらゆる瞬間にリセットしている。だから系列にならない。各瞬間に、世界が世界自身を忘却していく状態、何も連続することがない。
これをドゥルーズは現出と消失が合致するって言い方をします。つまり与える瞬間に諸要素がリセットされて先行する要素が踏まえられながらセリー化されるっていうことがないんですね。すごく卑俗な数字を使って例えたんですけども、つまり 1,2,3 セリーにならない、常にその都度ずっと1,1,1,1であり続けるような状況。注目していただきたいのはここ、変化もなければ運動もないんです。ずっと1であり続ける、そう、差異が全くないところ。でまさにこれが 1,2,3 みたいな、こういう局所的な系列ですね。ミニマムを作り出すにはやっぱり接続が必要になってくる。そう、接続されえない要素といったものは常に1,1,1であり続ける。もちろん1っていう数字に訴えたりしてすでになんかあまり適切な例ですよね。別にもっといい感じの記号があればいいんですけども、その都度、1回目2番目3番目言えない、何かが同じっていうこともできないし、似ている違っているっていうこともできない状況です。これが無限速度、誕生と消滅の無限速度、あるいは現出と消失が合致してしまう事態というと、実際これを元ネタにしてある種の、地方とか認知症の哲学みたいなものを構築することも可能かもしれない。昔ちょっとやろうとしたところなんですけども、とりあえず、これが、ドゥルーズが言う晩年にいるカオスモスとは違う意味でのカオスだと思っていただければと思います。さて、じゃあ、そのかつてカオスモスっていうふうに言われていた方のカオスですね、これはじゃあどうなったんですかっていうと、これはまた言葉が変わるんですね。今度これ顔色って言われるんです。わけわかんないんですね、こうなってくると。顔色、そんな単語存在しません。造語に近いんですけども、意味合いとしてはカオスっぽいやつって言うんです。顔色って。カオス用のものとか、カオス状のものっていうのよく日本語に訳されたりするんですね。顔色っていうんですね。で、これがかつてカオスモスっていうふうに言われていたものに今度は該当する。これも完全に研究上、区分け可能な言葉遣いに違いす過ぎないんですけども。今度はこの顔色っていうのがカオスモスになって、でこれカオスから顔色へっていうのが、今度は重大なモチベーションになってくるんですね。ロードルーズの、哲学とは何か課題っていう本の課題は、このようなカオスから何とかしてこの顔色を成立させること、ね、でその営みが、具体的に哲学と科学と芸術に要求されるんです。この意味において哲学、科学、芸術っていう3つの見合わせ特権的なカオスに抗する戦いを、構成するような言い方になります。で、この哲学とは何かっていう本で、もしかしたらご存知の方もおられるかもしれないですが、有名なまさにタイトルの問いですね、哲学とは何かっていうところにドゥルーズ自身が、かなり本の最初の方で答えを与えているんですね。それは哲学っていうのは概念の創造だ、概念を創造する行為だと思います。で、こればっかりが結構印象的なフレーズなので流通するんですけども、これは要するに哲学っていうのは概念を作り出すことによって、このずっと1,1,1であり続けるような、瞬きするたびに何もこう、残らず消えていくようなところにある種のこう一貫性を与えてやるってことですね。それ一気に捉えることができる、概念を作る、そういうことなんです、ね、この本の中で。哲学による概念の創造っていうのは哲学によるカオスに抗する戦いなんだ。いいでしょうか。次のページに行きましょう。一つだけ項目、次のページに、ずれ込んでましたね。で哲学は、概念を創造することによってこのカオスに立ち向かう。何の脈絡もなく互いに無関係でバラバラであり続けるのに何らかの一貫性を与えてやる、ね、で科学も芸術もそれぞれの仕方で同じようにカオスに抗する戦いを実行するんだ。あらかじめ言っておくと、まあ、科学はもう今回ほとんど触れませんけども、科学は関数を発明することですね、まあ、ある種の変換式みたいなものを作っていることで、こう現れるや否や消えるみたいなものをこう捉えることが可能です、まあ、計算可能にしてやるとか変換可能にしてやるとかですね。で、これが重要、この今日のお話の主要なポイント、芸術はどうかというと、まさに、私たち言っていいのか皆さんが言っていいのか分からないんですが、作品を作る層だというふうに言われます。芸術作品というのは、まさに
無限速度で現れる同時に消える諸要素を一時的に具現化して感覚可能にするものなんだというのがドゥルーズのこのロードルールです。これまた取り上げます。後半そう、芸術によるカオスに呼応する戦いは芸術作品を合成し創作すること、でそれはそれがなければ感覚できないようなカオスを一時的に感覚可能にするものなんだ。はい、以上が2つのカオスの整理になります。さて、ここからですね、差異と反復で の, そのカオスモスの記述をもう少し詳しく見て、でさらにそれを、バーの哲学と何か晩年の方の芸術論をつなげていく議論になっています。差異と反復の時間論で、若きドゥルーズにおけるカオス、イコールノットイコールカオスモスですね。じゃあドゥルーズは若い頃に晩年に前景化した、カオスですね、カオスモスじゃないようなカオスについて何か言っていなかったのか疑問になって、さっきだからセリー化されざるものとして否定的にあぶり出されはするけれども、積極的にそういう人で論じていなかったかという疑問が当然立つんですね。でそこで、私研究者ですからテクストを精査していって、実際それがどういうふうな扱いを受けているのかいないのかというのを確認していくことになりますね。すると、あるって言います、ね、確かに論じている、ほとんど言葉を抑えていないけどあるって言いますね。これが以下の、ところになります。引用です。再度反復なんかによく引用ですね。読みます。反復にはこれ難しいです、すいません難しいんですけど読みます。権利上提示される個々のものはそれぞれ完全に独立しているという意味が含まれている以上、いかにして反復は反復する事例や要素に何らかの変化をもたらすというのか、反復における不連続性と瞬間性の規則は次のように定式化される。つまり先行するものが消えてしまわなければ後続するものは現れない。少し省略があって、しかし反復が出来上がるそばから壊れていく以上、いかにして2番目3番目また同じであるなどということができるだろうか、ね、今までしてきた話をのドゥルーズが語ってくれているんですけども、先行するものが消えなければ後続するものが現れない。要するに先行する要素って次の瞬間に全く別の要素にすげえ変わっている。でここに連続性とかあるいはそれに基づいて違いがあるとか似ているとか1つ目に対して2番目だっていうのは2つが保持されている限りです、ね、実際に目に見えてなくても記憶でも何でもいい、保持されていなければ、それはできない。つまり先行するものが消えると同時に次のものが現れる。これはずっと1、その都度新たに1、1、1、1であり続ける。1に対して2って言えない、ずっと1であり続けるっていうことを、こんなまどろっこしい言葉で言ってるわけです。それは私の読解です。哲学の本を読むとこんな感じなんですよね。なんかもっと言い方あると思いますよね、普通に考えて。なんかどういう人格してるんだろう、疑いたくなりますけど。でこれが提示されるのはどこかっていう と,、これは実は時間論の中に出てくるんですね。すでになんか、先行後続みたいな話をしてますから、時間的な事象に関わってるんだろうなっていうのを予想はできるんですが、現在過去未来に関わる、これ比較的有名なドゥルーズの時間の3つの総合っていう議論の冒頭で、総合以前の何かとしてかすかに触れられるある種の非時間的な不連続的瞬間だ、定式化しましょう。ドゥルーズは、ダメ押しみたいにこう言ってくれてるわけです。瞬間の契機、つまり不連続的瞬間ですよね。瞬間の契機は時間を作ることはなく、それどころか時間を壊してしまう。それは生まれようとしては常に流産する点を示すだけであるです、ね。まさに、111っていうことです、ね。でこれはまさにドゥルーズが晩年にカオスという言葉、それを定義する誕生と消滅の無限速度としてのカオス、つまりカオスモスではない意味でのカオスと言っているものが再度発表で法画的に提出されているです、ね。事実ですね、この時間の3つの総合っていう議論は、この不連続的瞬間を接続し連接させ、そこから離接させ、さらに離接させるっていうことがそれぞれこの非時間的な瞬間の、不連続の提示から現在を作り出し、それを過去という形で保存し、まず同時に共存させるわけですね。保存し、そこから今まで見たことがない新しいものを、作り出す未来、
つまり現在、過去、未来というのはそれぞれシステムの用語では接続、連接、離接になる。これが時間の3つの総合として論じられる。で、この不連続的瞬間とは、ここまでの言葉遣いで言えば接続されざる諸要素であり、上で問題とした、そのカオスモスというのカオス以前の何かに、合致しているんですね。不連続的瞬間から3つの契機によってカオスモスを構成する時間の3つの総合というのはまさに晩年に初めて明言されるカオスに構成された機械を方画的に常に語っていると問題にしていた。でこれは私の本の31ページから、再度反復と哲学とは何か、同じ言葉使ってるけど言ってる領域が違いますよねっていうのを、示したものです。上が再度反復ですが真ん中の、カオスですね、潜在的なものですね。でここから表象再現前化っていったものは言動的なものを、現実化する、いろいろ半実現でいろんな操作があるんですけども、今日はそこまで踏み込んでくれません。で今言ったみたいにそのまさに、潜在的なものとしてのカオスモスでさらに左側に不連続で瞬間を位置づけるんですね。ここから時間の3つの層あるいはシステムの3つの構成契機である構成的契機である、接続と連接と離接です。これらが成立することでこのまさにカオスモスが、整理する。で哲学とは何かではカオスはむしろ、左が不連続瞬間に一致するものとして定義されていて、カオスモスは今度は顔色って呼ばれる、ね、そう。なので再度反復を完全にこう習得して読み込んで習得して哲学とは何かをその図式に当てはめて読むとちょっと何言ってるかわからない難しいなっていうけども、こう分けすることができるだろうです、ね、はい。もうあと30分ですね、はい、ちょっと急ぎながらいきます、じゃあその時間の3つの総合をちょっと詳しく見ていきましょう。わりかし面白い話なので見ていきましょう。で、まず時間の第一の総合って何ぞやってるんですね、これは、ごみ出しの通り想像イマジネーションによる諸要素のコントラクション縮約だと何のこっちゃと思うんですけど見ていきましょう。先行するものが消えてしまわなければ後続するものは現れないような互いに無関係ですね、差すら存在しないようなバラバラの諸要素、つまり不連続的瞬間はいかにしてまとまりを作り初めてセリーとなるのか。これです。ドゥルーズの答えはこれ意外なんです。それはイマジネーションによってだ。どういうこと？言い換えればコントラクス縮約によってだですね。引用を見ます。ヒュームが説明するには、ヒュームというのは、イギリス経験の有名な哲学者ですが、ヒュームが説明するには互いに独立した同じありや似ている諸事例は想像の中で融合される。想像はここで縮約の能力として、つまり観光版として定義される。想像は決定的に重要ですね。後続するものが現れた時に先行するものを保持する。想像は諸々の事例、要素、振動、透視的瞬間を縮約し、それらを融合し、ある種の重みを持った内的な質的印象を作り出す。次のページ、説明から見ていきましょう。難しいのですよね、これも。もっと簡単に言えるはずだと僕は思うんですが、要するにこういうことです。一般に想像といえばですね、今ここにないものをありありと思い描いてみること。これ何かの国語辞典を引いたんですけども、今ここにないものをありありと思い描くことなんだけども、ここで重要なのがより根本的な作用だってことですね。つまり、原理的には想像は何をしているか。後続するものが現れた時に先行するものを保持する能力なんだ。実際今ここにないものありありと思い描けることができる時にはすでに私たちは先行を加速しているわけですね。でこれを彼は想像っていう言葉を第一にしたいらしい。想像っていうのは何かを思い出し思い描くというよりかむしろそうやって保持しておく。たったさっき消え去ったはずのものを消え去らせずに捉えておく力が想像だ。するとさっきの、要素2つですね、入れ替わるものはやっぱこう想像によってある種結びつきをつけられて関係づけられてるんですね。だから彼は融合するという言い方をする。互いに無関係でバラバラな要素を融合するんだ。でその作用取り結ぶ作用のことをコントラクション縮約って言い方。さてこれによってじゃあ何が変わるのか、つまり111の果てしない提示でしかないものから先行を保持し後続を期待するミニマムの厚みを備えたまさに文字通り整理が可能になるものがドゥルーズの主張です。これが接続です。
ドゥルーズはこの局所的なまとまりを現在と言います。これが現在の成立の、メカニズムだというのがドゥルーズの主張です。つまり時間の第一の総合とは非時間的な不連続的瞬間からの、創造によるそして縮約によるこの厚みのある現在の構成総合のことなんですね。で、一つ注意しなきゃいけない、創造っていう言葉を使った時点で常にんと思ってしまうかもしれないので、これ注意しなきゃいけないんですけども、ここでいう創造っていうのはすでに確立されている、まあ、私たち、そういう能力を持っているであろう、人たちですよね。持っている想定される人たちが、使用する何か思い浮かべてみる日常的にあるように、使用する能力なんじゃなくて、それとともに初めて党の主体と呼ばれるものも現象的なまとまりを得るものなんですね。ドゥルーズはこういうことを使っています。私たちがそれであるところの現象的な感受性、妖精の主体だ。これはね、案外難しくないの、思い浮かべてみるならそれほど僕は突飛なことじゃないと思うんですけども、あの私って言えるものがどういうふうに成立しているかというと、やっぱまず第一次的にこうそれがなければこうバラバラにほどけるようなものたちをこうまさに イメージによってこう形を作っているんです、ね、これはあの例えば、有名なジャック・ラカンの精神分析の言葉で言えば、共造段階という言葉に示されるのは、私は自分のバラバラの身体のかろうじての統一性みたいなまとまりをイメージからこうイメージに作り出すんですね。ただラカンの場合はそれが鏡に映った像というのは私じゃない他者ですから、それをモデルにして自分を初めて作る以上疎開されてしまうという非常になんか暗い話になるんだけども、ドゥルーズの場合はそうじゃないですね。自分を形作るものを自分でこうまとめ上げるような イメージ。そうだからそれはすでに私が成立していて使用する能力なんじゃなくて、まさにそういう私って言えるようなものがこうギリギリのところでまとまり得る場合にはこの創造の能力によってるんだ。だから私たちがそれであるところの、現象的な感受性なんだ。だから妖精の主体なんだって言い方になる、ね、そう、これが不連続的瞬間からの時間の第一の総合です、接続です。しかしなんですね、この現在には難点があるんですね、限界がある。どういうことかというと、以上で見た創造の作用というのはあくまで直前と直後の要素のみを保持できるに過ぎないという状態なんですね。そう、現在はこのミニマムな単位を超え出て永続はしないっていうのが言うという意味なんですね。要するにこれも数字に訴えると、微妙に意してしまうから怖いんですけども、あえて言うと、つまりせいぜい 1,2,3,1,2,3,1,2,3 が限度だ。ずっと連続性を作り続けることはできない、ね、想像によっては先行直前と直後のみを捉えておくことはできるけども、それを超えてることができない。これは現在の弱点なんですね、原理的な限界だと思います。つまり厚みのある現在ですね、直前と直後を捉え込んだ厚みのある現在は、持ちこたえられない。それは再び、不連続的瞬間へとほどけざるを得ない、ほどけざるを得ない、ね、つまり現在というのはどうしようもなく局所的かつ有限でしかない。これが現在の限界なんだ。でここで重要なワードですね、ドゥルーズはサイト反復の本の中でこの現在のほどけのことを疲労っていうふうに定義します。引用です。疲労は心が自ら干渉しているものをもはや縮約できないような契機、つまり干渉と縮約が解体するような契機を示している。これ明確に書かれます。これが疲労って言われます。まさに私って言ったものであれ、あるいはまあ時間であれ、現在であれ、何なりと言えることは言えるんですけども、それがお前その最低限 この局所的なまとまりすら保持できずにこうなんかぼんやりほどけていってしまう、これが疲労だって。それゆえ時間の第一の総合は新たに第二の総合へとリレーされなければ時間は現在を超えていることがない考えになる。そうですね。だから時間の総合は不連続的瞬間を縮約して総合されたこの局所的な現在が再び不連続的瞬間にほどけないように、その現在をほどけることなくどん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 保存し共存させていくような
局所的な現在に対する帯域的な時間の形式みたいなものがなきゃいけない。さもなければずっと1,2,3ほどけて、また1,2,3ほどけて、1,2,3って現在現在現在だけが永遠に繰り返される。それでは時間が成立しない。時間は減少、減少だ、哲学の言葉使って語弊があるけど、時間が成立しない。なので時間の第二の総合が要請されます。でデルーズの答えは、それは記憶による純粋過去の総合だと。現在に対して過去が別途要請されるって、これ重要なんです。別途なんですね。さっきの話だと、どれだけ現在積み重ねていっても、その都度消えて新たに現在、現在、現在なので、過去にならないんですよね、現在は。ほどける、ほどけてまたできて、ほどけてまたできて、繰り返したから。だから別途必要になるっていう考え方。むしろ言うならば第二って言ってるけども、この記憶ないし過去の方が現在に先立つか、少なくとも同時に寄り添っていなきゃいけないっていうことになるんです。なのでドゥルーズはこれを、こういう哲学の難しい言葉を使うんですけども、超越論的な総合って言います。経験に先立って成立している枠組みとかメカニズムのことを哲学では超越論的っていうルールがあるんですけども、まさにそれを使って時間の第二の総合が超越論的な総合だ。例えるならば、これもあくまで例えなんですけどもね、器の、これを器って表現すると怒られるんですけども、例えならOKとしましょう。全ての現在をその中に保存する巨大な時間の器のような、これだって言うんですね。この時間の第二の総合は、全ての性、つまり個々の、現在ですね、これを共存させ、保存し関係させる働きを、持つ。なので連接にあたるわけ。でこれ以上の詳細を省きます。第三の総合については見ません。第三の総合っていうのは、この一つの巨大な時間の器のようなものとしての過去といったものは、それが全てだから、新しいものがじゃあ出てこなくなるみたいな難点になるんですよね。存在するのはただ一つの巨大な過去であって、その先端部分が現在ってなんか呼ばれているに過ぎないから、別に存在するのは過去だけ、何も新しいものそこから出てきませんねっていう趣旨の批判がドゥルーズ自身によって繰り出されて、それをこうまさにこうぶち壊すみたいな形、切り開くという、新しいものがそこから出てくるように、この一つの巨大なまとまりみたいなものをこう開いてやる必要があります。でこれが、第三の総合で、想像記憶として最後に思考になる。でこれはまさに未知のものをもたらしてくれたら未来に関わるんだと言ってました。でこれは私の本の中で書いている図です。サクッといくと、不連続的瞬間から第一の総合、接続ですね、これ想像によって局所的なまとまりの現在が作り出される。でこれだけでは現在は不連続的瞬間に疲労という形でほどけていってしまうけれども、それと同時に第二の総合として、純粋過去というものが、超越論的に総合されることによって、全ての現在はほどけることなく保存される、同時に、共存し続ける。これはドゥルーズはベルクソンという哲学者とフロイトという精神分析家を両方、参照しながら、このような意味での過去は不滅だ、過去は消えない、壊れない、まあ、過去も壊れてしまえば現在保存されませんから、これはまあ理論上の要請でもある、論理的な要請でもあるということ で、不滅のものは何かこう、なんか不動の同じものであり続けるイメージが、まあ漠然と思い浮かべることができますけれども、まあ、それをこう新たなもので生成と変えるために第三の総合が必要である。これがドゥルーズの時間の3つの総合、大まかな概要になります。これが再と反復っていう68年、一番有名な彼の主張になります。でまさに、第一の総合、第二の総合、第三の総合が接続、連接、離接にあたる。でこれがだから、カオスモスの、まあ、メカニズムを説明するものになっているんですね。はい、でついに今日の、主題ですけれども、以上の、確認をすれば、晩年哲学とは何かで言った芸術とは何か、ね、これについてもう少し、文脈に沿った理解ができるだろう。見ていきましょう。先ほども確認しましたが、晩年の哲学とは何かにおける芸術とは何かという問いを立てるならば、同じようにこれはカオスにこうする戦いだと 明確に言い続けることができる。あ、ごめんなさい、もう一つさっきのところで付け加えさせてください。メモ入れておいてほしいんですけれども、
第一の総合、第二の総合、第三の総合と書いてあるんですけど、ここ第一の総合のところに感覚あるいは感性と書いてあるんです。感覚あるいは感性。で第二の総合の記憶は、まあイコールで、まあシンボル、象徴というのが思考は思考です。まあ、これはわりかし哲学の伝統的な言葉遣いと似ていて、つまり私たちも最もカッコつき目でプリミティブな世界との接し方みたいなものを思い浮かべるならば感覚なわけです。なんかぼんやりとこう熱い熱いって言えた段階ですね、この概念によってそれをこう指し示す作用があるんだけども、まさに感覚によってまず世界に、何らかのなんか姿を描き出す感覚を通して、でそれが、よりこうくっきり形を成していく。でさらに私たちが、経験したことがない、全く見たことがないものについても、思考することができる。これもほとんど、ヘーゲルとか言ってることです。感覚的な確信から出発していかに普遍的な知識を構築するかというのがヘーゲル大哲学者の、テーマでありましたけど、ある意味ではそれなぞったようですよ、はい、でちょっと引き返してしまいましたけど続きいきましょう、続き読んでいきます。2つ目の矢印ですね、無限速度で現れたら消える諸要素を、合成する。これは説明なしに哲学と何って本の中で縮約し干渉するっていう言葉とイコールで使われます。まあ、縮約ってことですね。だからさっきの時間の不連続的瞬間から現在、かろうじて現在を作り出す作用が想像による縮約だったのと同じように、無限速度で現れて消える諸要素を合成するっていうのはそれらを取り結ぶ、縮約する、融合する。で芸術作品はこれ先ほども言いましたけど、まさにこうすることによって無限速度で現れている消える諸要素を一時的に持ちこたえさせて感覚可能にする。これが芸術が行うことだというのがドゥルーズの芸術定義、晩年の定義です。で、この感覚可能なものになったカオスのことを、感覚の存在というでございます。これすごい強い言葉遣いですね。感覚の存在で、芸術作品とはまずもって感覚の存在だって言ったらいいわけです。そう、芸術作品というのは、感覚可能になったカオス、つまり感覚の存在だ、で感覚の存在ってすごい言い方だなと思うんだけども、これ意味があります。次の、三角見ていくと、おおむね最多反復の時間の第一の総合と重なっているのは、まあ、分かると思います。この無限速度で現れる通りに消える諸要素を合成なし縮約することで一時的に持ちこたえさせる、感覚可能な形に持ちこたえさせるというのが時間第一の総合と体系上重なっているのが理解できると思うんですけども、異なるのは感覚の存在って言われた時ですよね。存在 A と言うんですけども、フランス語でこれは記憶にもはや依存しないっていうニュアンスが込められている。つまり現在の諸感覚だけで持ちこたえるんだ、言い方をするんですね。でこの意味でデルーズはアンリ・マルンネという現象学者の言葉を使って、芸術作品とはモニュメント、それは自分で自分を保存して持ちこたえようとするものでなきゃいけない。最多反復では現在は、まさに時間の第二の総合、超越論的な総合と言いましたけども、それに伴われていないと持ちこたえずにほどけちゃうと言われていた。だけどもある種ドゥルーズはすごいほとんど限界的な状況を想定しているかもしれないんだけども、理論上は芸術っていうのは過去に依存することなく、このその瞬間トライフォームだったの現在の諸感覚だけでそれを持ちこたえさせなきゃいけない、記憶がそこに混入するとか記憶のバックアップがあったらそれは芸術足りえないって言い方する。どうでしょうこれ、例えばセザンヌでもターンで、まあ、僕は俗物なのでビッグネームを引き合いに出しますけれども、彼らが、捉えた感覚の存在ですね、キャンバス実現したまさに感覚可能になった顔と言っても構わないと思うんですけども、まあ、漠然とですけども、それを見る私たちは何かそこに記憶、セザンヌなりターンの記憶を見ているのかというとそうじゃないんです。
ですね、おそらく。そのキャンバスに向き合うたびに、おそらく、まさにその時の現在がおそらく現前してるはずなんです。何か記憶として保存されたものがそれを支えているだとか、ターナーや先生の個人的なこの記憶がそこに関与している、あるいは私自身の記憶が関与しているかということは、こう考えづらい。ある意味これはほとんど理論的な言葉遣いじゃなくなるんだけども、つまり芸術作品はまさにその瞬間捉えられた感覚ですよね。カオスの中から捉えのを引っ張り出された、こうまさに一時的に持ちこたえさせようと思って引き出されてきた感覚をマテリアルが存続する限りにおいて保存し続ける。それは過去においてじゃない、その都度常に現在でしかないからという言い方をドゥルーズはするんですね。非常に有名な哲学とない言葉で、キャンバスの上で微笑む青年の、顔の笑顔は、微笑みは、キャンバスが消滅するまでの間は常に当時の感覚を現在として残し続けているという言い方をする。細かいなと思いますけど、まあ、物は言いようかみたいな感じするんですけど、まあ、すごい熱っぽく言うんです、ドゥルーズは。これについては譲らない感じで言うんです。さて、まあ、哲学とは何かと、サインと反復の対象の中から、芸術がどこに関与しているかというと、確認したみたいに、サインと反復で言えば時間の第一の層、さっき感覚とか感性の領域だって、メモしてくださいと言いましたけど、まさに感覚によって世界を捉える場面に関わっている。で、それを今度は記憶に依存することなく、果たしてそんなことができるのか、よほどの天才と慎重な技巧と中熟した何かがなければできないような仕方で常に現在のまま保存してやる言い方になって、なんかロマンチックな言い方ですけど、ルーズは本気でそう思っている。で、ここで重大な問題が絡んでくる。それが4の2で書いている老いです。ロードルーズにて老いの問題というのはこれに重大な仕方で関わっている、ね。サイと反復の時間の3つの層、つまりカオスモスの構成では、現在が不連続的瞬間へとほどけていく疲労が少し指摘されていました。触れました。で、しかし少なくともサイと反復の中では、この疲労っていう契機はそれほどクリティカルなものじゃなかったんですね。説明として出てきた、なんか接続されたもの、第一次的に総合されたものがほどけることを疲労と呼びますよっていう言い方ぐらいしかしてない。大して深刻じゃなかった。なんでかというと、究極的には現在といったものは、記憶ないし純粋過去のおかげで解けることなく時間の総合の進展をしていった。だからあんまだから全部がこうなんかバラバラになっちゃってるんじゃないかということは真剣に考えてなかった60年代の。しかし晩年のこの哲学とは何かでは事情が異なってくるんですね。ここで言うと明確に、かつて彼は疲労って呼んだものですね。これが途方もないものになってしまう、より具体的には不可逆的なものになってしまうということですね。つまり、カオスモスではない幼年でのカオスへと不可逆的にこう転落していく、ほどけていくということ。これを彼はもう、これもなんか、ドゥルーズという哲学者の言葉遣いで珍しいんですが、彼は最も苦しく不安なことなんだというんです。で、引用です。ドロドロに溶けた諸感覚が、これは言語ではペースト状になるみたいな言い方されてましたけども、そう。まさに。べったりとした無彩の状態になってしまう。ドロドロに溶けた諸感覚がますます縮約しがたくなっていく様子や振動を取り逃して、このような事態を構成するのは客観的な断絶や解体であり、またそれだけでなく、ある途方もない疲労でもある。老いとはまさにこのような疲労である。つまり、老いっていうのは、かつて疲労というのが概念化されたもの、つまりこう取り結んだもの、縮約したものがほどけ、しかもこれが途方もない仕方でほどける。不可逆。もう元に戻らない。ある意味、サイと反復の方は回復可能だ。疲労の内側で。それ回復可能。もう一回ほどけて、もう一回取り結ぶことができたんだけども、今やそうはならない。いよいよ来る時が来たという感じなんですね。もう一つ引用します。自分自身から逃れ去る思考、すでに忘却によって蝕まれ、別の諸観念の中へと落下した。漏出し、素描すらままならず消失する諸観念。そして落下先の諸観念もまた私たちの支配を逃れていく。これら以上に苦しく不安にさせるものはない。それらこそ消失と現実が合致する無限の変化可能性である。それらこそ無色かつ沈黙の無の不動性と混じり合う無限速度であり、無限速度は本質も思考もなしにこの無を駆け巡る。後半ちょっと力みすぎですね、別に無を駆け巡るみたいな言い方します。でも書いてある通りです。
老いとはこのようにドゥルの言葉では神的カオスへの落下なし転落であって、そこではドゥルズ氏の言葉です。すっごい弱気の言葉です。もはやどのように保存し干渉し縮約すればいいのかもうわからない。つまり再開不可能な終わりの方へとほどけていってしまう。まさにこれが老いだ。かなりネガティブな感じになっているドゥルズ記述自身が。で次4の3に入っていきますが、じゃあこの老いは、ね、回復不可能、再開不可能だから、ただ死を待つだけの絶望なのよかったんですよ。そう見えなくもないですね、晩年のドゥルズの歩みを見ているから。で、まあ、事情はもうちょっと複雑になっているんですね。ドゥルズは哲学とは何かのさらに次の年に、サミュエル・ベケットを論じた精進したもの、本、すっごい短い本があります。難しいんですが、で実際にそういうもう死を待つしかないような絶望のことを彼は別の言葉で定義してるんですね。それが精進、フランス語でエピュイズムですから、英語はエグゾーションかな、突き果てる意味の言葉が当てられてるはずです。英語版を参照しないと申し訳ないんですけど、突き果てる、精進、精進の定義が書かれている引用です。精進は横たわっていることができず、夜が訪れてもテーブルに座ったまま空っぽになった頭は動けなくなった両手の上に置かれている。これは座ったまま起き上がることも横たわることもできず死を待つ最も恐ろしい姿勢である。最後に私たちをもう一度立ち上がらせ、そして永遠に横たわらせる一撃を伺いながら座ったままそこから立ち直ることも思い出一つ揺さぶることもできない。ドゥルズに詳しい方はおそらくピンとくるかもしれないですけど、これ彼の最後の死に方なんです。彼は若い頃から、肺の病気をやっていて人工呼吸につながりながらしか、晩年は生きられなかったんですけども、最後もう死守も自衛の前もまともに動かなくなった時に、自宅のアパルトマンでまさにもう何もない死を待つだけってなった時に、最後に一度立ち上がる、全てのチューブを抜いて窓から飛び降りた。これがドゥルズの最後、おおよそ僕これね一緒に見えますね。ドゥルズそう言うと怒られることもあるんですけど、ドゥルズはそんな絶望なんかしていないって言われたりするんですけど、結構絶望してたんじゃないかなって思わなくなったんです。とにかくこれがもう死を待つしかない最も恐ろしいものとしての勝利、つまりもう全部突き果てた、もう何もなくなったっていう状況ですね。でこの上でドゥルズはこの精進と疲労とを区別するんです。あくまで彼で疲労と区別するっていうことは、精進ではなくて途方もないものだとしても、あくまで疲労のカテゴリーに含まれる老いもまたそうだと、老いも精進ではないだと言おうとしていると僕は読んでいます。つまり精進はあらゆる可能なものが前に突き果てて、ただ死を待つだけの文字通りの絶望なんだけども、そう考えることができるんだけども、人間に行きます。しかし疲労は、これドゥルズ氏のことです。疲労は決して終わりや最後の言葉ではなくて終わりの直前である。何言ってるんだろうも、そこには、精進においてはもはや失われてしまった可能なものがまだいくらか残っている。で同様に老いもまたそれが精進ではなく、あくまで途方もないとしても疲労である以上、そのような可能的なものを何かの限界的状況しか前に思い浮かばないんですけども、かろうじてやっぱ保持しているんだと。老いもまた終わりじゃなくて最後の言葉じゃなくてその直前なんだ。じゃあ老いにおいてじゃあ何が残っているのか、 何が老いにおいて私たちに現れているのか話になるんですね。老いは不可逆の疲労だ、これ定義されました明確に哲学と何かの中で。その続きの話なんですが、じゃあ老いにおいて何か損なわれているとしては、損なわれているとすればそれは何か。現在をほどけさせなかったのは記憶だったんですね、かつては。でもそれが不可逆にほどけていくということは、ここで損なわれているのは記憶なんですね。もはや記憶はない、記憶は何も支えてくれない状況になる。老いというのはそういう事態ですね。逆に言えばこれは老いにおいては記憶なしの純粋な感覚、純粋な現在ですね、過去なしの現在が今まさに消え去るしかないものとして、でもその限りにおいてふっと現れる、厳然する。これも難しい言葉の引用ですが、もう読んでしまいましょう。時間を差し迫っていますので、
感覚は神経の表面であるいは脳の溶石の中で刺激物の刺激を与えるものの正しい刺激を与えるものの振動を縮約する。ここでまたあの言葉が出てくるんですね。先行するものは後続するものが現れるときまだ消えない。これが感覚がカオスに応答する仕方で、感覚は諸々の振動を縮約するがゆえにそれ自身が振動する。感覚はいくつもの振動を保存するがゆえにそれ自身を保存する。それはモニュメントである。もう一つ、記憶というものは芸術にはほとんど介在しない。プルーストにおいてさえ、そしてプルーストにおいてはとりわけそう。確かにあらゆる芸術作品は一つのモニュメントである。しかしモニュメントはここで過去を記念するものではなく、現前するなし現在のフェザーですね、の諸感覚のブロック塊であり、現前する現在の諸感覚は己自身の保存を己自身だけに乗る。モニュメントの行為、それは記憶ではなく加工である。加工っていうのは、これ、用語になる、バビュレーションですかね。ベルクソンという哲学者から取られているんですけれども、これはまあ最後に少し説明します。そう、もし芸術作品が過去に依存することなく己自身だけで持ちこたえる現在の感覚のある種の塊だとすれば、芸術作品それが一番現れるかもしれないのはこのように老いになるっていう話ですね。だからそう、だからドゥルーズにおいて、だから若い芸術家を持ち込みますし、もう第一級のなんかもう言葉も出ないような作品目にしたりしますけども、ドゥルーズは老いと芸術作品とのある種のこういうここまでたどってきた理論的な必然性みたいなですね、そう2つがかなり近いところにある、相互にこう近い現象であるということを考える。続きいきます。ちょうど時間に終わりそうです。最後です。感覚の存在ないし芸術作品、さらに、モニュメントは記憶によることのない現在における現在の保存である。それは過去へと乗り越えられることのないその限られた現在の中でもう今まさに消え去ってしまおうとするわけです、ね、それでもなお先行するものは後続するものがあるときまだ消えないようにする、持ちこたえさせるギリギリのところ、記憶がないというかそういうこと、現在だけでギリギリのところに持ちこたえようとする、縮約され合成された結びつき絆ですね、これがほどけるときまさに俺は老人のボケでしかないような加工です。加工っていうのはもう想像のもっと何だろう、たかが外れた発動みたいなのを今思っておりますだけです。単なるイマジネーションじゃなくて、もうもはや先行後続をもう無理やりいびつな状態でもいいから何とかつなぎ止めようとする作業、加工、もはや老人のボケでしかない加工の中で、その限りにおいて先行するもの、もう消えてしまったはずのものを執拗に保持しようとする、後続するもの、もうやってこないはずのものを必要に期待する、そこでギリギリ現在の感覚を保持しようとする。次のページ、ドゥルーズはこう言います。芸術作品すなわちモニュメントは不可逆の摩耗と消滅を超えて出来事を受肉する必要な諸感覚を未来の夢に託す。非常に目次録的なものの語り方を解説するんですが、こういう言い方をするんです。この意味において芸術作品モニュメントは可能的なものの現存と言われます。エクジステンスですね、現存で可能なものを今ここに現存させる行為、可能的なものでドゥルーズをよく使う言葉、この今日の発表の最初に否定的な意味でドゥルーズはそれを言ってるって言ったんですけども、あの意味だけじゃなくてすごい微妙な意味をここでも出してるんですね。でこれはでも正当化できる、ドゥルーズは最後にこの可能なものをなんとか現存させるっていうことに、今まさに終わる自分の人生を最後にもしかしたら救済するかもしれないかを見るんですね。こういうことです。可能的なものとは、例えばこれドゥルーズ自身がかつて、無人島を主題にした小説を論じた時に言ったことなんですけども、可能なものって何か、それは私が目を離したとき、今ここに亡くなったもの、例えば私の背後の世界、これが消滅することなく存続することを信じられたもの、つまり存続を信じられた世界、これがドゥルーズが可能的なものという場合の一つの定義。例えば私今、私の背後見えてない、
感覚してないわけですね。でも私は自分の背後に恐れをなさないわけです。なぜかといったら、私には見えない部分を皆さんから見えるものとして、つまり現に見えないけども可能性として保持することができている。可能なものということです。つまり今ここに私にはもう与えられなくなったものを、それでもそれが存続すると信じ、そうして信じられた、これがデルズが言う可能的な、まさに芸術作品は消え去ったはずのものを保持しようとする、もうやってこないはずのものを期待しようとすることによって、今言ったみたいな意味の可能的なものを現存させる。もう最後読み上げて終わりましょう。芸術作品は不連続的瞬間へのほどけ、つまりカオスモスじゃない意味でのカオスの不可逆的な落下、あるいはもう分かりやすくこう言ってしまえば、不活性でそうやな、もう現にこうであるっていう、もうどうしようもない状態ですよね。もうこれ以上何もない状況への還元ですね。これらに対してそれでもそれに尽きないものですね。まさに尽きるって勝利ですって先ほど言った、もう何もなくなってもうこれで終わりですよっていう状況に差し迫った時に、それでもそれに尽きないものを、つまり精進しないものを果たされるかどうかとは別に、私たちに約束する。約束っていう言葉はドゥルーズ自身の言葉ではなくて、ドゥルーズ研究者のロナルド・ボール、私大変尊敬している英語圏で一番のドゥルーズ研究者だと思いますけども、ドゥルーズの芸術論に関する3本すっごい精度の高い3巻本を刊行しているロナルド・ボールの言葉では、まさに現にこうであるに尽きないものを果たされるかどうかとは別に約束する。でドゥルーズはこの約束を別の書物でこの世界を信じることと言っています。皆さんもよくご存知、おそらく福尾匠君が、シネマという本に関する解説書を書きましたけど、まあ、そこでも触れられています。この世界を信じること、それはこの約束のことを、そして、そういう仕方で信じられた、そういう仕方で信じられた限りで存続する自己および世界の絆ですね。バラバラにならずに何らかの形で存続するこの結びつき、これをこの絆ですね、これをドゥルーズは鍛えるべき民衆という言葉で言います。必ずしも具体的な人間のことに限らないですね。こうすると民衆というのはこの絆のことなんだ、この崩壊を超えて、原始されるような絆、つまり来たるべき民衆を召喚する戦いこそ、哲学や芸術と並び立つ、哲学と科学と並び立つ芸術の、しかし哲学と科学にはできない芸術にだけ可能な特権的な戦いを構成する。で、なぜこれが重要なのかというと、第一の総合、第二総合、第三総合を振り返っていただいてもいいんですけども、もう感覚によってカオスに応答するっていう、これはカオスとの最も接近した戦いで、私たちが最初にカオスから何らかの感覚可能なものを引き出してくるとき、遂行する。で、最後にもう全てがほどけてなくなってしまう最後の戦いに構成する場所なんです。だから老いにおいてこれが特権的に重要になる。老いの果てに全てが精進するかって、まさにその時に精進しないものを私たちに約束する、そういう話で、これは、可能な展開が、展開の可能性です、があります。最後の矢印、ちょうど加工、さっき言いましたけども、これ概念の由来がベルクソンというノーベル文学賞を取った哲学者ですね。ドゥルーズ自身の大変大きな、先人で、大きな参照先なんですけども、そのベルクソンが、彼もまた死に近い晩年に書いた道徳と宗教の2つの源泉という本があります。彼がユダヤ教徒からキリスト教徒に、今晩とした後に、書いた本なんですけども、その中で、ベルクソンは加工をこういう意味で使っているんですね、つまり社会的中体が解体する際、社会的中体の根源は本能、昆虫、アリとか蜂みたいな、ああいう生命のかなりかっこつき味でプリミティブな形態に見出されるような本能的な、このなんか共同性みたいなのがあるんだけども、それは生命がこうある線をたどって進化していく過程で、知性といったものが別途台頭してくることによってほどけ、ベルクソンはこういうんですね、ものすごく素朴な、なんかいわゆる西洋近代的な個人主義みたいなものを思い浮かべても、これに当てはまると、おそらくベルクソンは考えると思うんだけども、そういう元来の、共同性みたいな絆です。これが知性によって解体されてしまうときに、加工っていうものが作動、
それは何を私たちに見させるかというと、宗教的な共同体を形作ることに導くんだと書いてあります。あらゆる神話や物語を生み出す力、バラバラになるものを超えてそれを作り出す力、これをベレクソンは加工って言う。で、やはりそうである以上、ドゥルーズが加工という言葉を使うときもこの意味合いを外すわけにはいかんわけですね。まさにこれと同じように、ドゥルーズにおける老いとや芸術の問題といったものは、ドゥルーズ晩年の、未だ主題化されることがない宗教哲学の問題、あるいは、まさにシネマという映画について書かれた本で、この世界を信じることって彼が言うとき、どういうふうにしてこの世界を信じるのかから言うと、こういう言い方をするんですね。聖外服、まあ、ミイラを包む布ですよね。聖外服の中に包まれた植物の種子がいつか根を吹くようにこの世界を信じる必要があるからですね。これはもう復活の鳥だろうというわけです。約束を彼はしているわけです。全部が尽き果てた後にそれでも尽き果てない、精進しないもの、それを私は約束するし、芸術は約束するんだ、まさに芸術と老いっていう問題が、晩年のドゥルーズにおいて際立った形で、連携する形でこういうふうにして展開されます。5分少々オーバーしました。失礼しました。以上で私の話は終わりになります。はい、ありがとうございました。まずは拍手かな。お疲れ様でした。回復可能なお疲れ様でした。すごくいい話だったと思いますが、どんな質問でもいいと思います。これだけもう話聞いたので、あとはどんな質問でも大丈夫です。つまらない質問だと思ってもいいので、みんな手を挙げていろいろ聞いてみてください。一応時間は45分まで用意しますけども、あ、それとこの後45分終わった後に芸宿さんにお世話に、まあ、なりますが、それもその時の話ですね。いかがでしょうか。これはじゃあ先生、あ、お名前と、芸術学の教員をしてます星野と申します。こんにちは。大変面白く伺いました。小倉さんが先日刊行されたカオスに構図した戦いを、まあ、一つのベースとして、まあ、特に芸術哲学の部分を今日はかなり、詳しくお話しいただいたかと思います。で、ここの論点に関してはとても説得的で、曖昧な点が一切もない、とても明快なご発表だったので、ちょっと大きな質問をさせていただきたいんですけれど、この小倉さん のカオスに抗する戦いというこの、ご著書のタイトルに、引き付けて言うのであれば、このカオスに抗する戦いというものが誰の戦いなのか。で、なぜそういうことを伺うかというと、今日最初におっしゃったような、小倉さんのドゥルーズの読み方として、そのある種こう人間学的な読解を起こしていくという、この方針はすごく面白いと思いまして、つまり従来のドゥルーズ研究では、あまりその光を当てられてこなかった、人間学的な哲学というのをそこから引き出して、まあ、それをとりわけ、まあ、老いの問題に絡めて、まあ、これまでにもいろいろ書かれていて、まあ、例えば以前アットプラスという雑誌に掲載された、まあ、老いにおける加工というものも、まあ、今日の話と結構重なる部分が多かったんですが、まあ、そこで、つまりその老いの問題というのは、やはりその最初に触れられたような、ピッツジェラルドの言葉にあるように、やはりこれはやっぱりその個体としての人間、ある種 そのまとまりを持った輪郭としてのその個体性、ランディビデューとしての人間というものを、まあ、当然想定した議論だと思うんですけれども、他方で今日の後半にあった芸術哲学の問題、芸術と、まあ、哲学と科学っていうこの問題っていうのは、まあ、やはり今日の話を伺っていてもどこかその非認証的な領域っていうのがあると思うんですね。つまりそこで その芸術や哲学や科学が行うカオスに抗する戦いっていうのは、そのある、まあ、個人という言い方をすべきか、主体という言い方をすべきかちょっと分かりませんが、まあ、ちなみに主体という言葉も今日時間の第一の総合の議論のところで一度だけ、主体、主人ということは出てきましたけれども、基本的には今日のお話の中でも主体とか個体性という言葉が出てこないかったと思うんです。で、
なのでおそらくブルーズのその議論の中に、まあ、とりわけ小倉さんの読みの路線では、やっぱりその個体性老いの問題とか、あるいは疲労や精神の問題、あるいはまあ時間の3つの総合の問題、これはもう ある種そこで主体性というか個体というまとまりが想定される議論だと思うんですけど、他方でそこにやっぱり抜きがたく存在する非認証的な領野、非人間的なと、まあ、従来まあそういうふうに言われてきたような、まあ、そういう領野というのはやっぱりこう共存してるんじゃないかっていう疑問を持ったんですね。でその点についてもし伺えればなと思って質問をしました。ありがとうございます。私自身ドゥルーズ研究の、まあ、方針と、とはいえドゥルーズの記述その限りではいかんだろうという部分を、的確にご指摘いただいたと思うんですけども、まず、なんていうか、まあ、アカデミックなっていうか、答え方をすると、全面的にまずおっしゃっている通りです。ドゥルーズ自身はこの、哲学とは何かという本の中でまさに芸術作品に関わるような、カオスからの合成とか、まあ、縮約みたいな言葉を、使うときに、ミクロノっていう大変奇妙な言葉を出してくるんですね。ミクロノって何か、脳っていうのは脳みその脳のことで、それが、ね、マイクロだって言ってるわけですが、ミクロノっていう言葉を出したときに、ドゥルーズはこれは私たちが想定するような器官としての脳とは全く違うって言い方をするんですね。器官としての脳じゃない、それじゃあ何かというと、石ころであれ何であれですね、あらゆる存在者が己自身の形を維持しようとする力、これを司る部分が司るものがミクロ脳だという言い方です。でそこで彼はまさに、これも、再度反復の、時間の3つの総合、大事の総合に重なるような言葉を使いながら、ミクロ脳が、遂行するこの、あらゆる存在者の保存といったものは受動的創造の神秘であるという言い方をするんです。なのでドゥルーズがこのカオス、から、小要素を、合成し縮約することによって感覚可能なまとまりを作り出すという時に想定しているのは、少なくともドゥルーズ自身の、議論に厳密に沿うのであれば、人間のこの終わりある人生の話だけではないと、あらゆる形あるものと言われるようだと思います。でその筋で主張することはもちろんできるですけども、それだと、まあ、自分のだから研究の特異性をどう出すかということに関わるんですけども、それはまあみんな言ってきたなっていうことは、ドゥルーズは非人間主義であって、要するに、まあ、誕生とか死とか神経臭いことじゃなくて、何であれあらゆる存在者、人間もその一つの、結果効果しかないようなものの、算出結果なんであって、そこにこうなんか理論的な負荷とか特別に何か特権的なものをしつらえてやる必要はなくてっていう、全くその通りだと思って、僕もそれはドゥルーズの大変開放的な部分だと思ってはいます。ただまあどうですかね、単に自分の研究の特異性っていう観点だけという以上に、私は異様になんだろうな、こう老いっていうことに対してすごく思い出があると言いますか、なんていうか、まああるですね。なんか今現役いただいたアットプラスっていう雑誌、もう今廃刊休刊になっちゃった、雑誌に載っている私の論考の冒頭に、なんかそれこそ作話っていうタイトルをつけて作り話書いたんですけど、どういう話かっていうと、手術した祖父、一緒に暮らしている祖父が手術をして入院しているっていうところに孫をお見舞いに行くっていう話をしたんですよね。で行ったらその祖父が、孫のことをもう覚えてなかった。でそういう話をまさに作話、作り話として、ね、冒頭においてお持ちですけど、冒頭において、まあ、ドゥルーズ相応の哲学といったことを展開したんですけども、あれは実は私自身の幼少期の話に依拠したりするんです。なんかこういうこと言うの嫌なんですけど、なんかでそういうことを考えてこういう本を書いたってことは、もうないんですけども、まあなんかいろいろこういう仕事をやった後に、ね、もしかしたら自分がそういう、なんだろうな、ああいう出来事を言葉にするために、なんか哲学的な言葉が学んだんじゃないかっていうふうに後から思ったんです。でもあれから僕はだからこだわりを持っている、まあ、それだけの話、神経臭い話嫌なので、まあ、こだわりを持っている、そんな感じでいいですか。分かりました。いいですか。はい、いいですか。はい、
他にありますか。南と申します。伊賀千子さんです。2点ありまして、その創造の機能に関して、この現在が仮に一時的なものとして現在ができるメカニズムで、私とはということをイメージ控えたときに、私を作るものをイメージするそのイメージ、私と聞いてある名詞の名前を聞いて生まれてくるイメージを次々と思い浮かべてくるそのイメージこそが、それができて初めて、起きるものとしての妖精の主体とおっしゃられたもの、呼ばれているもの、それは、まあ、そう問いが通されて初めてどんどん私が作られていく、私とはと聞かれて私をイメージして初めて私が生まれ、私が作られているその妖精の主体として呼ばれているこの機能は、つまりベルクソンの心と同じようなものなのかなということです。ベルクソンの心は、まあ、何か決断をしようとしてその時に一瞬だけ生じる迷い、それが決断をするときに迷いが生じて初めて心があると言える。その時は多分心はシステムとして機能している、そういう存在だと理解しているので、これは2つ、この2つは同じものなの、似たようなものなのか、ものなのかなということです。1つ目が先に1つ目の質問からお答えしますけれども、私の説明がおそらく不十分だと思うんですけれども、妖精の主体がそれとともに形作られる創造は、決して私という言葉とか問いかけによってジャッジされるものでは必ずしもないと。むしろ例えばそれこそ妖精の、英語でラーバっていう言葉に対応すると思うんだけども、そういう主体だっていうとき、まさに妖精のものたちを思い浮かべたらいいんだけども、例えば明確に私っていう観念を持たない、例えば幼児であれですね、であれ、やはり己自身のこのイマジネーリなまとまりっていったもの、やはりこう持っているだろうと思えるんですね。でむしろそれに近いんじゃないかなっていうふうに思います。でもそれはやっぱりこうずっと一貫して人生の中に続くような自己同一性というよりかは、その都度その都度打倒するような、まとまりっていう意味です、まあ、そういう意味で私は妖精の主体という言葉に関わる創造という言葉、ドゥルーズが論じているんだっていう、説明を、しようと思ってました、はい。なのでベルクソンの言う心、あれですか、物質的宇宙の中に生じる感激っていう意味での心かどうかっていうと、近いところもあります。例えばベルクソンが言う物質的宇宙の相対といったものは、全てが、原因作用反作用で埋め尽くされている宇宙、決定論的な宇宙なんですよね。そう、これある意味では不連続的瞬間に、遠くなくて全部がこう現にそうであるっていう状況で必然的にこう決まってしまっていて、それ以上の余地がないっていう状況なんですね。でその中に作用と反作用の間に戸惑いだとか、ちょっとしたこのなんかブレーキみたいなものがかかる余地が発生するた時、それを私たちは、心とか脳とかいうふうに言うんだ、ただ身体でもいいんだけどもっていうので、そういうふうな意味であればわりかし近いところにあるかなって今質問があって、思いました。今までそのこと考えたことなかったんですけども、確かに隙間なく埋め尽くされたこの宇宙の中にそれに還元されないこの隙間ができる、余地ができるっていう意味では、確かに近いところを言ってるんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。もう一点、長くなりそうなので厳粛でお願いします。他にありますか。私学外から吉田と申します。ちょっと遅れてきたんでこの話ボテたのかもしれないんですけど、ガタリの著作でカオスモーズってありますけど、あの本は今日の話とは何か関係してくるんでしょうか。
これも正直に言うといろんな先生からお叱り受けるんですけども、基本的には、私はガタリのカオスノーズは、もちろん何度も読んでいますけども、ガタリの言ってることすっごい難しいんですね。もうなかなか立ち向かってもなんか何も返してくれない感じがありまして、あまり直接的な、なんでしょうね、このカオスなしカオスモーズっていう言葉遣い、カオスモーズっていう言葉自体に、ガタリの発案によるものを私は想定せずに議論展開していますけども、ガタリが重要なのは、だからこれ僕ちょっと、嘘を冒頭で言ったことになるんだけども、ドゥルーザ・カオスモスっていう言葉を使うんだけども、あれはカオスとコスモスを合成してカオスモスっていう言葉なんだけども、ガタリはそこにオスモーズっていう相互神道っていうフランス語を三つ組みにしてカオスモーズ、最後母音が入るんです、ね、発音が変わる、カオスモーズじゃなくてカオスモーズっていう概念に練り上げていて、わりかしだから何でしょう、芸術の話では合成されたカオスとしてのカオスモス、まさにカオスモーズのことを相互浸透がそこで起こった結果だから、ある意味ではだから特に晩年のドゥルーズはカオスモスって、あるいはカオイドって彼らが言うときに、ガタリのその辺の、言葉のセンスというかを引き継いだ可能性は十分にありますよね、おそらくそう思います。ただ私自身はそこまでこう語りの成果みたいなものに真摯に向き合った上での内容ではないと申し訳ないです。他にどうでしょうね。まだいけると思います。いい質疑音になってるのでもうちょっと続けたいんです。はい、直下の大戸氏と言います。今日はありがとうございました。相当によって現在を総合されるっていう話で、一つの整理、局所的な整理が形成されているものを想像の働きによって僕らの感じる時間的なもののことになっていくっていうお話で、現在を紡ぐ想像と過去にアクセスする想像の違いは何ですか。ありがとうございます。それまさにドゥルーズが時間の3つの総合を一つ一つ詳述していくときに大きな問題になることでもあるんですね。まず第一に、ドゥルーズが想像という言葉で言っている今日発表で、要約した言葉は、まず、直前直後の要素を捉え込んで厚みのあるこの、感覚なし印象のこうなんかまとまったものを作り出すという作用なんだけども、じゃあ、何かをまさに思い出すっていうことに関わるような、これって実は記憶が混入した想像なんですね。記憶の領域にも行ってしまっていることで、これ重要で、ドゥルーズが時間の第二の総合って時に大文字で記憶、メモワールって書くんです。なんで大文字で書いたかというと、それはまさに一つ一つ、それがなければほどけていく、作られてほどけていく現在を保存していく力で、すでに保存されたものを思い出すことができるのはその後でしかないっていう話になるんですよね。なのでドゥルーズで何かを思い出すっていうことは、その時その何かがすでにかつて現在であった事柄として、古い現在として記憶内容として保存されていることを前提に初めて可能になるのなんだけども、まさに時間の第二の総合で、言っていたのは、第2総合に要求される大文字の記憶っていうのはまさにその現在記憶ないようにする力っていうニュアンスで、それを思い出すっていったものとはまた区別されているんですよね。なので、直前直後の要素をこう取り結ぶような想像と、何かを思い出すっていった時の想像といったものは、一方は時間の第一の総合において遂行される想像能力だし、他方はすでに第二の総合がなされた後に私たちが行使することができる、使用することができる能力として、ドゥルーズの、議論の中では分けることができる。そうなんですよね。こう一言に記憶って言っても、それを保存する力と引っ張り出してくる力ってやっぱ違うっていう、これは私面白い論点だと思うんですけど、あれかそういうところをこう細かく言うから論じているところがあって、分けしていくと面白いと思います。第一の想像は披露するっていうことですか。
そう、疲労の対象に直接の対象になるのは難しいですね。経験的に考えた場合に、思い出す方が疲労しそうですけど、だからドゥルーズの記述を見ると疲労っていうのはまさに縮約された現在が疲労するっていうんだけども、じゃあ、それを保存してくれる記憶ってどうやって、あのドゥルーズはかつて不滅だって言ったはずなんですね、68年段階で。でもそれが、まあ、記憶がない、過去も何もかもないっていうことを晩年に言い出すときに、不滅であるはずの記憶がどうやって損なわれてしまったのかっていうのは、すごい難しいですよね。ドゥルーズは言ってくれていないし、少なくとも彼の3つの総合の議論からそれを不滅のものと想定した場合に、なんかあの消滅するはずがないものが消滅しているっていうのは一体どういうことなのか、確かにそれは大変な謎を、その辺まで巻き込むようなこの解体力みたいなものをおそらく老いっていう事態に彼は呼び込もうとしているんだろうけども、まあ、それも定義上はね、あの途方もないものになった限りでの疲労のことなので、直接の記憶や過去みたいなものがこう滅びるみたいな、消滅するみたいな話にはいかないから、検討のうちは十分である問題かなと思います。ごめんなさい、なんか、うん、答えはなんか出せないんですけど、ありがとうございます。他にありますか、どうですか。大体いいですかね。はい、はい、じゃあ大体いいでしょうかね。それでは講演から締めるということで、もう一回皆さん拍手で小村先生に感謝の気持ちで、どうもありがとうございました。大変に頑張りました。それで、この後下宿、に行きたい人は自由参加です。で何だっけ、アルコールの人は、アルコール飲みたい人は1500円、アルコールなしの人は1000円という参加費をいただきます。でこの後は一緒に行きますので、一応店員さんぜひこちらの方に集まってください。はい、それではどうも皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。